でも使うのはいいかなと思います。で、LINE で稼ぎたいと、LINE 公式アカウントの活用法を知りたいですというご相談いただいてますね。LINE 公式での稼ぎ方、使い方、まあ、あとステップ配信を使いたいって感じなんですけども、基本的にまあ LINE というのはですね、かなりコミュニケーションが密にできるというのがポイントですよね。なので、一斉配信を、頻繁にやると逆にブロックされてしまったり、解除されてしまうので、一斉配信はサブ的な使い方で、とにかく個別チャットですね。要は、1対1の LINE の使い方と同じようにですね、ビジネスでも使われるのをお勧めします。やっぱり、LINE というのは、こうバッジがついたり通知が来るので、プッシュ通知とかも来ますよね。なので、やっぱり鬱陶しいって思われやすいんですよね、メルマガよりも。で、常にスマホで見れるってことで。なので、配信の仕方はデリケートにする必要があります。最低、多くても週1回ですね。まあ、それ以上配信すると必ずブロックが増えますので、そこを注意された方がいいかなと思います。